コール・オールドリッチはアメリカ合衆国ミネソタ州バーンズビル出身の元バスケットボール選手。ポジションはセンター。高校はミネソタ州ミネアポリスのブルーミントン・ジェファーソン高校に進学。2006年にはマクドナルド・オール・アメリカンに選出された。大学は名門カンザス大学に進学。1年目の2007から08シーズン、チームはブランドン・ラッシュや マリオ・チャルマーズなど後に NBA 入りする選手が多くおり、オルドリッチはダレル・アーサーやダーネル・ジャクソンの控えとしてプレーした。その年の NCWA トーナメントでは、カンザス大学はファイナル4に進出し、タイローソン、ダニー・グリーン、タイラハンズ・ブローなどを擁するノースカロライナ大学と対戦。この試合で、オルドリッチは AS のハンズ・ブローの守備を任され、 16分間の出場で8リバウンド4ブロックと期待に応えた。この試合でノースカロライナ大学を破り決勝に進出。決勝ではデリック・ローズを擁するメンフィス大学を破り NCWA 優勝を果たした。2年目の2008から09シーズンはチームの主力に成長。平均29.7分間の出場で 平均15.1得点10.8リバウンドを記録し、ビッグ12オールカンファンレスのファーストチームに選出され、3年目の2009から10シーズンアカデミックオールアメリカンに選出された。4年生には進級せず、2010年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明した。オレドリッチが大学在籍の3年間、 カンザス大学の本拠地アレンフィールドハウスでの試合では55勝0敗という記録を打ち立てた。2009年の NBA ドラフトにおいてニューオーリンズ・ホーネッツから全体11位指名を受け、すぐにオクラホマシティ・サンダーへトレードに出された。ルーキーシーズンの2010から11シーズンは NBA の下部組織であるバドルのタルサ・シックスティ・シクサーズへ降格とサンダーへの昇格を 繰り返すなど、2年目以降も安定した出場機会を得ることはできなかった。2012年10月、ジェームス・ハーデンを中心としたトレードで、ヒューストン・ロケッツに移籍。2013年2月、トレードでサクラメント・キングスに移籍。2013年9月24日、ニューヨーク・ニックスに移籍した。2015年7月10日、ロサンゼルス・クリッパーズに移籍した。 2016年7月3日、ミネソタティンバーウルブズと3年2200万ドルの契約を結んだ。ありがとうございます。